アレクサンドル・ブヤチェス・ラボビチ・オッソフスキー1957年7月31日は、ロシアの音楽ライター、評論家、音楽学者、サンクトペテルブルク音楽院の教授であり、ニコライ・リムスキー・コルサコフの門弟、セルゲイ・ラフマニノフ、アレクサンドル・ジロキ、ニコライ・チェレプニンとは友人であった。1871年3月31日に、 ロシア帝国ベッサラビア地方のキシナウに生まれた。父のビャチェスラフ・ステパノビチ・オスソフスキーは、オデッサの宮廷で、部門長を務めており、母は、イエゲニア・チェルクノバであった。作曲家のミコラ・ビリンスキーはイトコである。1893年に、モスクワ大学のロースクールを卒業している。卒業後は、サンクトペテルブルクの法務省に勤務した。 1896年から1898年にかけてサンクトペテルブルク音楽院で学ぶ。1900年から1902年の間は作曲家のニコライ・リムスキー・コルサコフの下で作曲を習った。1894年からは才能ある多作な音楽ライター、音楽評論家、音楽学者としてのキャリアを開始した。1915年から1918年と、 1921年から1952年にかけてはサンクトペテルブルク音楽院の教授を務め、1937年には副学長に就任した。サンクトペテルブルクの雑誌、ムセカル、ニーソブラメニックの総監メンバーとなった。1923年から1925年にはレニングラードフィルハーモニー交響楽団の理事、 1933年から1936年には芸術士官を務めた。1943年から1952年にはレニングラード音楽劇場研究所の所長であった。1931年から1933年にかけてはレニングラードのエルミタージュ美術館に勤務していた。オッソフスキーはベアー F サークルの作曲家らと近しい結びつきを 保っており、セルゲイラフマニノフ、アレクサンドル・ジロティ、アレクサンドル・グラズノフといった数多くのロシア音楽の精鋭と交際し、仕事を共にした。作家、編集者、評論家としてのオスソフスキーは、ジロティの演奏会プログラムに幅広く貢献を行った。1911年、セルゲイプロコフィエフが最初の作品群を出版するにあたり、 ロシアの出版社であるユルゲンソンに彼を強力に支援する書状を特別に書き送って援助した。同年、ラフマニノフがオッソフスキーの依頼により彼のいとこであったクセニア・デルジンスカヤをキエフでオーディションし、彼女がオペラのキャリアを開始する手助けをしている。デルジンスカヤはロシアで著名な歌手となり、モスクワのボリショイ劇場のプリマドンナにまで登り詰めた。 作曲家のニコライ・チェレプニンと友人関係であったオスソフスキーは彼の息子でやはり有名な作曲家となるアレクサンドル・チェレプニンのキャリア初期に面倒を見ていた。オスソフスキーは1957年ソビエト連邦のレニングラードで没した。彼はミハイル・グリンカ、グラズノフ、リムスキー・コルサコフ、その他のような傑出したロシアの作曲家による作品の研究や分析に 関する論文やモノグラフを多数表した。また、ロシアの大衆に、バッハ、ラモ、コレッリ、ビバルディ、ワーグナーを紹介した最初期の音楽評論家であった。ラフマニノフや他の音楽家の伝気の中の多くの重要な出来事について直接触れ、見識を有していたため、彼が表したラフマニノフの回顧録は特別に興味を引き勝ちあるものとなっている。 オスソフスキーの著作は、ロシアの作曲家やその音楽に関する、西側の出版物の多くで頻繁に引用されている。ロシア語文献。ありがとうございます。